トーク戦。うわ、うまっ。どうも、朝倉俊店店長、朝倉俊でございます。たまには茶目っ気も出していこうかなと、いいですね、思ってるんですけど、今非常にですね、熱烈に公開しております。今日はですね、鶏もも肉をちょっと焼いていきたいなと思っております。私、何を隠そう、鶏ももを焼かしたら世界で何番目かに入るというですね。いや、全員そうやね。全員ランク付けした場合そうやね。いいね、いいね、持ってんね、持ってんね、ひじちゃうね。ここや、ここや。今日はでもこっちなんですけどね、鶏のももの方を使って、ももの方、もも肉使ってですね、まあもも肉ね、僕何度か、インスタの方の投稿もしたりとか、インスタライブしながら一緒に作ったみたいなこともあるんですけど、やっぱいかんせん、ちょっとまだ分かりませんって方も多いんで、せっかくならね、こういう動画で発信していけたらなと思っておりますんで、鶏もも肉を焼いて皮がパリッと焼けてお肉がジューシーだったら好めないでしょ。最高。そうでしょ。うん、腹立つのに。ねん、顔まで鶏もも肉作ってきてと、おいし、顔までええのよ。ガタッ。ちょっとやっぱ何でも面白くなってきてちょっとやばい、何でも面白くなってきてやった。いやー、ちょっとやばいね、ちょっとやばいわ。これごめんなさいね、危ない。つける前になんか自分の身の回り の離婚してった人たち、スキャンダルを起こした人たちの話をめっちゃしてたんですけど、ちょっとね、頭が悪すぎるになってたので、ね、もうなんか変なテンションになっちゃってるんで、ちょっと忘れてくださいね。はい、忘れてくださいねって、こっちは誰も何も思ってない。お前が急に変な話してるだけだって。鶏もも、鶏ももね、鶏もも肉はこのそのまま焼いてももちろん食えない、食べれないことはないんですが、こういう骨の部分とかあるんですよ、この硬い部分真ん中に、こういうの外したりとか、こういうのとか、ここの管の部分があるんで、これを取り外してあげると口当たりが良くなるんで、口に残らないんで、これをまず今日は処理していきます。で、この真ん中に大体中心ラインにこういう白いのがあるんで、ここは、はいはい、これを触るとも分かるんで、あ、これ硬いやつだなと。そしたらここに包丁を入れて切ると、この部分だけこう断ち切ると。他にもないかなっつって、この部分ですね、これも。だいたいどの鶏もも肉のこの1枚のやつにも基本的にはあると思って挑んでください。これはね、こう筋っぽいやつです。そうそうそう、口に残りそうなので、この管がこう集まってる部分があるんで、これを、2センチ幅ぐらいのところかなって落としちゃいますね。で、完全に取り切ることはさすがに不可能なんで、ちょっと残っちゃうのあるんですけど、だいたい、だいたいこの密集してるところを取れれば大丈夫なん で、この残ったやつどうするの問題なんですけど、これは冷凍保存しといて、後でスープに入れてちょっと出し取るのでもいいし、絶対食べれないみたいな部分でもないんで、スープの中に紛らしちゃうっていうのもありです。で、この鶏ももが非常にまず水分、ドリップがすぐ出てるんで、このこうペーパーでしっかり拭いてあげる、この水分取り除いてあげるのが大事ですね。はい、ではですよ、これを焼いていきます。油を、だいたいお酒1くらい火をつけますと。で、まずこれポイントなんですけど、みんな皮を焼き固めたいからっていう理由で結構その皮目から行く人多いんですけど、僕は先にこの面を焼いちゃいたいんで、この面を下にします。皮目を上にだから、確かに皮目から行くイメージある。そう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 。で、なんでかっていうと、鶏お肉ってこの鶏のもも肉じゃないですか。で、これ僕らから見たらこの 1枚に見えるんだけれど、これ言っちゃえば鶏のお肉の一部分をいただいてる感じなんですね、はい、だからこの裏部分って要するに鶏からしたら傷口なんですよ。あ、なるほど。そう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 。ってことは傷口からどん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 
焼いてったら旨味が逃げてしまうんで、まずはその部分を焼いてあげる。で固めてしまえば中からその余計な汁が出ていくこともないから旨味を閉じ込めて焼くことができるよね。なるほどね。そうそうそう、まずは下の部分を焼いちゃう感じ。でもあれ方、これチューブしてこう焼けたら皮目に塩を振ってあげる。塩ちょっとまあ強めなのかな。はい、強めに塩を振って、で塩振るとここからあの塩の脱水効果で皮目から水出てきちゃうんで、すぐ裏返す。で今度塩の結晶をと皮目を焼くようなイメージ。なるほど。もう一回してやる。鶏ももをこの焼く時のもうポイントはとにかく長期戦、時間をかける。ちょっと皮目がパリッとしないと美味しくならないんで、中火で今はこう熱が出てきます。初めの段階焼いてる時に多少ちょっと強くやれないと、あの取り替えちゃって。皮がこう、あ、鍋底に当たる部分があるんでって言って、ちょっと始めようという感じ、感じで、イメージで。あー、もう。これ今裏返しやった。そうすると、油がやっぱ出てくるんですよ。はいはいはい。この油をちょっと拭いてあげる。なんでっていうと、油で揚げてるみたいになっちゃうんで、はいはい、それをやった。焼いてあげることが大事なんで。で、どん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 、鶏皮、鶏皮から油がすぐ出てくるんで、そのときもちゃんと油をこう切ってあげる感じ。切ってあげる。そしたら、で、弱火にしても、このままチク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 と。これで待ちます、これでもう。もうとにかく時間をかけて、皮目をパリッと焼く。もうここに全てをかける感じですね。この歴長いの、この業界入って。そうっすね、もう結構やらせてもらってます。あ、分かる俺のこと。あ、ちょっと初めてなんですけど。初めて。はい、申し遅れました。原辰徳と申します。いや、原辰徳やったんかい。原辰徳のチキンステーキやったんや。原、今日はもうあの、もう名前書いてください。どうも、原辰徳です。ええねん、それ。もうとにかく時間かけることです。もう鶏ももはこれみんな侮ってるじゃん、塩振って焼いてるだけじゃんみたいな。まあその工程だけで言うとめっちゃ侮ってるっしょ。いや、侮ってないですけど。侮ってるっしょこれ絶対。いやいや、まあまあまあ、その確かにマジでバキバキにうまいからね、これ。これだけで、これだけで十分、これだけでマジでバキバキにうまいから信じらんないから。ほら、ちょっとパリパリになってきたっしょ。これをまだまだすから、気分けにしていきますかね、これ。いや、もううまいな。もううまい、もううまいこと確定してる。いいもん、鶏の香りがいいんだよな。でもほんまに塩だけだけど、ちゃんとじゃあ丁寧に焼けば、そう、それだけで十分ってことですよ。これがもう万が一ですよ、あの本当にめちゃめちゃいい鶏だったら、むしろこれ以上うまくならない。本当にうまい鶏ってやっぱ臭みもないし、旨味がすごいから、中のその水分とか噛んだけど、はいはいはい、ってなってきたら余計なものがマジいらなくなってくる。なソースとか、うんうんうん、そうなると、まあ、塩でやっぱシンプルに一番うまい焼き方で食うのが一番うまい。来てますよ、来てますよ。逆に言うともうやることないんで、この間になんかその洗い物しちゃうとか、なんか違う家事やっとくとか、ネットフリックス見るとか。ほら、うおー、いいね。いいでしょ。これね、まだまだこんなもんじゃありませんよ。こんなもんじゃないんや。こんなもんじゃありませんよ、これ。もっともっと。僕結構こう拭きながら、まあなんか気づく方いるかわかんないですけど、拭きながらこうやってやるんですけど。確かにね。そう、油の横の汚れとかが飛び跳ねるの嫌だなって方は、こういう、これニトリで買ったかな、油跳ね止めみたいな。へー、そんなあるんや。あるんで。油がこう跳ねても外に出ないように。いい感じに。うお、おお、いいね。いいよ。
まだまだ行きますから、これまだまだ行くんや。まだまだ行きますから、おっと、パリッパリに。でも10分ぐらい焼くな。その前から焼いていくから15分ぐらい焼くのかな。お家のその火力とかフライパンの材質にもよるんで、一概にこれとは言えないですけど、弱火でまあそんぐらい、10分から15分とかやるといい感じなんじゃないかなと。ほんまや、あの音すごい。これですよ、これ。そしたらちょっとこれ、こっちの部分も、まあ、少し温めるぐらいに。これやばいっしょ。状態なんですよ。はいはい。で、中のその汁たちが対流してる感じで、ブシャって切る、熱いうちにブシャって切ると、すげえ汁が溢れ出てくるんで、ちょっとまあ冷ますっていうか落ち着かせる。めちゃめちゃ熱い状態だからみたいな込みで、一旦バットとか開けるといいですよ。塩だけでしたけど、レモンあるんで。うわ。レモンぐらいし。やば。レモンちょっと絞りましょうか。切ると音やばいよ。いいよ。おお。うわ、すごい。すごいでしょ。うわ、これやばいね。これはやばいよ。はい、行きましょう。朝倉俊店のチキンステーキ。いただきますよ。塩で十分。塩が一番うまい。完璧。見てこれ。重々よ、これ。もう汁が溢れちゃって、鶏から。マジでスーパーの鶏ももも、もう完全にレストランクオリティに仕上がるね、この焼き方やれば。何これ、無限にすごい。食べます。え、いいんですか。うん、うまっ。うまいっしょ。めっちゃうまい。うまいね。うまいっしょ。出てこない。ほんまに塩だけで十分。十分でしょ。めっちゃうまい。そう、マジで余計なもの入れると、もうせっかく焼いた皮目とかもね、この感じで噛むと味がまたしてくる感じ、うん、たまんないんすよ、これ。うまくて笑けてきた。いや、うまいんで、ぜひやってみてください。マジで、置いとくだけなんで、うんうん、もうそれだけで、皮をジューシーに仕上げると、ここまで相乗効果出るのかっていうのを体験していただければと思います。いや、ちょっとね、チキンステーキ、非常に私、腹立つのにもですね、出た、また気に入ってしまいますので、これからも巨人軍ともども、チキンステーキ。
よろしくお願いします。なんで巨人軍とステーキをよろしくやねん。ちゅうわけでですね、今日はチキンステーキ作ってみました。もう塩だけで圧倒的に美味しいんで、ぜひ時間をかけて鶏皮をパリッと仕上げて、ジュワジュワの鶏もも肉とね、真ん中白ワインとかでちょっと合わせて、いいディナーを楽しんでいただければと思います。これからもよろしくお願いいたします。それでは